さあそれではゲームを振り返っていきましょう。まずライオンズ先発佐々木ですが、その立ち上がり1番の福田に対して3球目、これがもちろん危険球対象ということになります。波乱の幕開けでしたね。そうですね、わずか3球でね、5番なんでね、で、2人目の渡辺が急遽マウンドに上がるということになりました。でその渡辺なんですが、ゲームへの入り急遽でどうなるかなと思ったんですが、胸をね、ジャグのベースに作りましたね。そうですね、ここまではね、しっかりこう投げたんですけどもね、この後ですよね、はい、ただ吉田正尚にフォアボールを与えて、でこの杉本に対してもカウント悪くして軽く振られた第18号。まあホームランバッターにとってみれば大使い向きだったですかね。そうですね、これで2点を第、バファローズが先制をします。バファローズ先発は山本です。初回2アウトから森にフォアボールを与えました。しかし中村を見逃しの三振に打ち取ります。さあ三振の取れるピッチャーのスタートだなという感じでした。で3回です。内野ゴロの間に1点を追加した後、 P 岡田三塁一塁からでした。ライト前に運びます。これで4対0となりました。3回の裏、これがライオンズのチーム初ヒット。インサイドのボールを本当にうまく打ちましたね。そうですね、はい、上手に打ちました、はい。この後ワンアウト三塁となって金子犠牲フライ。そしたらここワンヒットで1点取ったんですね。効率のいい得点なんで ね、はい、まあ、ね、この後も、ね、続くかと思ったんですけどもね。ただこれ5回まず勝ち投手の権利のかかるイニングで山本がギアをちょっと上げなかったってことで ね、 そうですね。7番のスパンデンバーグ 三振、そして源田も三振に打ち取ります。でライオンズの方はというと5回途中から降板の水上なんですが、非常にこう投げっぷりが良かったですね。そうですね、思いっきりもいいし、やっぱりね、球もですね、球速も110以上出てましたんでね、本当にいいピッチャーが出てきたなって感じですね、はい、本当に強気に投げ込んだ感じがありました。7回の表、ライオンズ5人目の森脇、ワンアウト2塁1塁で今日当たっている杉本のタイムリーヒット。なかなかこうカウントを整えづらい中でしたけどもね。まあ、これも、ね、追い込んでからなんですよね。少しもったいないなって感じがしましたね、はい、5点目がバファローズに入ります。7回の裏2アウトランナーセカンドから源田、まあ、この辺りは山本との相性も出ましたね。そうですね、しっかりこう振り切れてるっていうところがですね、野手の間に落ちるんですね、はい。しかしこの後岸が三振に倒れます。山本は7回105球2失点でマウンドを降りました。8回はバファローズはヒギンスがマウンドに上がりました。ワンアウトランナー三塁二塁となってルーネンティン、まあ、ここルーネンティン山川というところにヒットが出てればなという場面ですよね。そうなんですね、はい、中村ちょっと、あと1本のヒットが出ません。そして9回平野に対してワンアウトからピンチヒッターのブランドン、こうひとためあってカットが引かれてきますよね。非常に状態はいいと思いますね、はい、第2号のソロホームランです。5対3としました。なおもこの後ランナーセカンドまで攻めますが、助が三振に倒れてゲームセット。5対3、バファローズが第4つを下したというゲームになりました。